皆さんこんにちは、ケワイシヒデこと池端秀幸です。この度2018年10月14日ビジネス夢カレッジ絆 in 大阪にて登壇をさせていただくことになりました。で、今どのようなお話をしようかなということで2、30年前を振り返りながらですね、日記を見ているところです。で、私はですね、18、19ぐらいから働き出して自動車学校の教員をしたりとかですね、20前半からは、皆さんもご存知の、超有名な、フランチャイズのお店の、多角経営というか、そういう多角経営をしている会社の、役員までやりました。15年間の間に、1000店舗以上のある時に、日本一の売り上げをですね、何回も上げるようなそういう経験をしてまいりまして、その順風満帆に来た時代もあったんですね。でその時代から急激にですね、存続に落ち込むということも経験してます。ちょうどその34歳、今からですねちょうど20年前です。で今度、10月14日にはその夢カレッジがあるんですが、ちょうどその日の20年前に実は、起業をしてます。起業というかその時に退職してます。と同時にですね、その3月3日その年の3月3日には離婚という悲しい、家族との離れる家族と離れるという、経験もしてまして、もうその年はですね本当に全てが重なったと。でその中から今に至るわけですけども、その起業といっても夢にこう向かって起業したわけじゃないです。とにかく食べていかなあかんから、なんとかせなあかんからということで、失業保険をもらってる間にですね、なんとかその自分のビジネスを立ち上げなあかんということで今に至るわけです。でその時のちょうど3年間、その起業してから3年間、聞こえは起業って言ったらいいんですけども、その3年間というのは本当に中古の車を、事務所にして、で仕事も当然もうないですから、最初は、いろんな空き地にですね車を止めて、いろんなアポを取るわけですが、なかなかその相手してくれてる人がいない、そういった、3年間のいろんな業種の、経験を、うまくまとめてですね、皆さんに何かヒントを持っていただけるような、起業してこの軌道に乗せていくまでのね、このいろんなその考え方があると思うんですね。その娘2人の、父子家庭ということで、その娘をとにかく笑顔、娘の笑顔を見ながらですね、癒されながら、頑張ってきたわけです。頑張ってこれたわけですね。で、ご覧の皆さんで父子家庭の方もいらっしゃるか分かりませんし、もしくはシングルの、お母さんもいらっしゃるか分かりません。もしくはもちろん、お二人ともですね、共ヶ崎でいわゆるその仕事をしながら子育てをしていらっしゃる方もいらっしゃるか分かりません。どちらにしてもですね、とにかく子育てをしながら仕事をしていくというのは、これは非常にですね、バランスっていうのが難しかったなというのを今でこそ思うわけですね。でそういったことで今回の登壇の、お話の内容は、こう詰まった時にどんな風な心持ち考え方でいけば、道が開けるかということを、実体験を基づいてですね、3つのキーワードを持ってですねお話したいと思います。1つはですね、働くという意識ですね。僕の場合は仕事で働くっていうのを、旗を楽にするっていう考え方を常に基本的に持っていったわけです。でその仕事のない時はとにかく自分自身も旗を楽にするということで、自分も楽になるような考え方、もっともっとこうポジティブになるような考え方を自分で見つけるとか、一番目の前にある娘とか親とか、そういった友達とか一番近い目の前の人に働く意識ですね、なんとか楽にさせてあげるとか楽しませてあげるとか、とにかくお金もないし人脈もないし仕事もない時でもですね、その目の前にある方にいかにその自分ができることをやるかということで、道を開いてきたわけです。で2つ目3つ目に関しては今言ってしまうとあれなので、またその、当日ですねお話をさせていただきたいと思います。とにかくこんな私ですけども、今飲食業でやってきた、そのノウハウを全くゼロにして、もしくはマイナスからスタートして、この美容というものに、飛び込みました。そして今20年来て、おかげさまでその KYC ヒデというとある程度の、認知が上がってきたわけです。ということで当日ですね、ぜひ皆さんとお会いしたいなと思います。一人でも多くの方にね、来ていただいて、楽しく、そして、時には泣くかも分かりませんけどね、ぜひぜひ、お越しいただけたらと思います。10月14日ビジネス夢カレッジ in 大阪までぜひお越しください。それでは。
会場でお会いしましょう。